その瞬間、電流でも流れたように二人の間に火花が散り、部屋の温度が上がった気がした。レイチェルは足の力が抜けるのを感じながらも何とか座り、食事を済ませたが、トリスに惹かれる気持ちを抑えることはできなかった。後にも先にもあの時のような気持ちになったことはなかった。大人の恋愛小説が33作品、 DS ハーレクインセレクション。